こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、久々にこちらの店舗にお邪魔しています。まあ、冒頭にですねロゴが見えたと思うので、皆さんもですねすでにお気づきかもしれませんが、僕が今日来ているのはですねナノユニバースルミネ新宿店さんですね。まあ、久々ですね、およそ2年ぶりぐらいになりますが、今日はこちらでですね大人の男性におすすめのですね初夏にかけて使えるようなお洋服をですねどんどんご紹介していきたいなと思っています。まあ、ナノさんといえばですね、僕も本当に学生時代から使っていますし、まあ、僕の動画の中でもねしょっちゅう出していますので、皆さんにとってご存知のブランドかなと思いますが、まあ、ベーシックで使いやすい大人っぽいお洋服ですね。まあ、上品さを持ったようなものが多いので、結構僕ら世代には使いやすいものが多いかなと思います。もちろんオフで使えるものも多いですし、それ以外にオンでも使えるものも多いので、今回はナノさんの新しい新作の中からおすすめのアイテムをですねどんどん試着をしながら皆さんにお届けできればなと思いますので、早速店内の方を見ていきましょうかね。はい、こう店頭を見ていただくとですね、2年前の動画だと右の方がですねメンズだったんですが、今回はですねちょっと左の方にメンズが固まっていますね。雰囲気もまた変わりましたね。よりこう買い回りがしやすいような雰囲気で、ここは来ていただくと大人世代には楽しめるんじゃないのかなと思いますね。正面見てみるとですね、ちょっとこういったカジュアルなシャツだとかスポーティーなねちょっとアイテムもあったりしますし、このあたりから早くも楽しめそうですね。まあ、スニーカーもちょっと今っぽいこういったアディダスのねスニーカーとかもあったりだとか、なかなか彩り豊かでですね、オリジナルからいろいろと仕入れの商品も楽しめるので、ファッション好きの方にもね結構たまらないものは多いかなと思いますね。まずはこっちの方見ていきましょうかね。やっぱりこうナノさんといったらこのセットアップですよね。こうビジネスでも使えて、ちょっときれいめな私服としても使い勝手のいいですね。ダメリーノのシリーズですね。このあたりはね本当に僕も何度か着たことありますが、使い勝手抜群ですね。ちょっと見ていきましょうかね。まあ、こういったネイビーのセットアップもすごくいいし、まあ、ベーシックなんだけどシルエットがすごく綺麗なので、この着るだけでね、スタイルアップも目指せますし、これは使い勝手抜群じゃないですかね。カラー展開はネイビーもありますが、まあ、よりこうシャープなブラックなんかもかっこいいと思いますね。そして、まあ、ちょっと春らしさを出したかったらベージュ系のカラーもね、これまた使いやすいですよね。まあ、見ていただくとこういった形でベージュのジャケットで下黒パンとか、まあ、セットアップじゃなくても単品でも使えるので、これはねなかなかいいベージュだなと思いますね。はい、そしてちょっと気になるのがですね、こっちの何でしょう、夏でもこう着れそうなかなり薄手のジャケットですね。このあたりはすごくこれからの季節には適したアイテムになってくるかなと思いますね。こちらもセットアップで使えて、腰周りはこうタックが入っているので、少しゆとりはありながらもしっかりとテーパード効かせてあるので、着やすいバランスになってますね。ちょっと今回はですね、まあ、いつもネイビーとか着ることが多いので、グレーですかね。まあ、表記で言うとこう、チャコールグレーみたいな感じですが、これからちょっと羽織ってみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。グレー系のですねセットアップって個人的にはあまり着ることがないので、ちょっと新鮮な感じがするんですが、シャープでこれはこれでかっこいいですね。まあ、ネイビーだとこう爽やかな雰囲気になりますが、まあ、グレーだとちょっとこう大人っぽい雰囲気で、これまたシャープでかっこいいですね。でシルエットがやっぱりですねこうシャープでですねすごく洗練されているので、これはなかなかバランスがいいですね。まあ、ボトムスもですね結構細身なんですよね。身長164センチ53キロと僕は小柄なんですが、今回はですね S でセットアップを組んでいます。かなりですね体にフィットする形で体のラインが綺麗に見えるので、これはバランスがいいですね。まあ、タックが入っているので腰周りにはちょっとゆとりがあるんですけども、膝から下のテーパードがかなり綺麗に効いていますね。今はスニーカーで合わせていますが、まあ、ローファーとかで合わせてもバランスがいいと思いますね。で内側に着ているこちらのですねカットソーなんですが、こちらもですねこの並びにありますこちらの T シャツですね、まあ、フォーマルジャージーという形で書いてありますが、割とですねこうジャケットだとかセットアップの内側に着る用の T シャツとしてかなりこれも使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、サイズ感ジャストサイズで、この袖の部分がリブになっているので、まあ、裾の部分もそうですね、このあたりも1枚で着ても様になりますし、ジャケット脱いだ時にもしっかりとして見えるので、かなりバランスいいなと思いますね。ちょっと美光沢の雰囲気も含めてなかなかバランスいいなと思いますね。こういった形で、まあ、グレーのセットアップの内側ブラックだとか、もしくは
まあ、本当にね清潔感抜群のホワイトだとかこのあたりでまとめていただければまず間違いがないかなと思うのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。はい、じゃあちょっと反対側に行ってみましょうかね。こっちもねまたいろいろと素敵なものがありますね。素材違いでジャケットがいろいろとあるので、まあ、こういったベージュもねまたいいですよね。何着か持っておいてもいいですよね。セットアップで価格もねこちらだと 23,980 円ってことなので上下でこの値段はかなりありがたいですよね。嬉しいポイントだと思います。そして結構個人的にこれいいなと思ったのがシャツですね。これは1枚でこうカジュアルで着るっていうシャツというよりはビジネスシーンで着れるようなシャツかなと思いますね。襟型がちょっと特徴的なんですよ。第1ボタンを開けた時の襟の広がりが綺麗なホリゾンタルカラーと呼ばれるようなものですね。これは本当に第1ボタンを開けた時の広がり綺麗なのですごくバランスがいいなと思います。結構こういったビジカジ用のシャツって選ぶの難しくてボタンダウンシャツとかが多いんですが個人的にはこういったちょっとイタリアっぽい感じの雰囲気のシャツも好きなのでこれバランスいいんじゃないのかなと思いますね。でこちらのシャツはアンチソーキットっていうシリーズで、まあ、ナノさんのね本当に強みとして汗染み防止の機能がついているものなので特にこのブルー系なんかは汗目立って着れないって方も多いかなと思うんですがこれなんかはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。今セットアップ着てますがこの内側にこういったねストライプ柄のものを入れてもいいですしこれタックアウトして着ることもできるような丈の長さというところも結構ポイントになってくるかなと思いますね。まあ、ビジネスシーンではちゃんとこうインをして着ていただいてそしてこうちょっとオフで綺麗めな時にはタックアウトしてもらうのもいいかなと思うんでこれは使い勝手いいんじゃないですかね。カラーもベーシックなホワイトとブルーそしてストライプというところであるのでこのあたり揃えておけばまず間違いがないかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい、意外とないんですよこういったシャツって。僕も探してたのでナノさんにあるということで結構安心して今後は見れるかなと思いますね。続いてこっちのゾーン行ってみましょうかね。はい、まあ、先ほどシャツがアンチソーキットの、ね、シリーズでしたがそのあたりの素材感で、このモックネックの T シャツとか襟がちょっと高めのものもありますね。このあたりも首元の、ね、雰囲気がシュッとこう詰まって見えるのでなかなかバランスもいいと思いますしあとはですね、まあ、通常のこういった丸首の T シャツですねクルーネックこのあたりももう言うまでもなくベーシックで使いやすいですね。まあ、このあたりが一番鉄板ですね。はい、まあ、人気シリーズなので結構襟型によっていろんなバリエーションがあって V ネックもあったりだとかあとはですねこういったポロシャツですよね。こういったブラック系のポロシャツなんかもシャープでちょっと肥沃っぽくなっていてバランスいいですね。このあたりもおそらくこのセットアップの内側にこういったブラックのポロシャツとかもめちゃくちゃ相性がいいかなと思うので一通りこうビジネスカジュアルで洗練されたものを揃えたかったらナノさんに来るのが分かりやすいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい、続いてですねこっちのゾーンに入っていきましょうかね。はい、こっちのゾーン入っていくとですねまたいろいろとあるんですが先ほどのアンチソーキットのこのボーダーも結構バランスいいんじゃないのかなと思いますね。今年は結構このボーダーの中でも割とこう細めのピッチのものがですね旬になっていて、まあ、いろんなブランドから出ていますけどもこれもね汗染み防止でなおかつピッチの感じも雰囲気いいのでなかなか使い勝手良さそうですね。はい、いろいろとねこのあたりの機能性と見た目の良さを揃えたものがいろいろあるので使い勝手良さそうですね。そしてですね後ろも見ていきましょうか。はい、こちらのゾーンなんですが新しくですね展開しているアッサンブロンというブランドですね。このあたりはですね大人っぽい上品なデザインをしっかりとベースに置きながらも素材感が圧倒的に美しいんですね。例えばですねちょっと気になっているのがこちらのニット見ていただくとですね、まあ、この微光沢の雰囲気すごく美しいですよね。素材にはですねシルクとコットンが使われていましてこの風合いがかなり上品でいいなと思いますね。で正面から見ると結構ベーシックな雰囲気なんですけど背中側を見るとですねこういった切り替えがあって後ろ姿がとても美しいんですね。そしてブランドロゴのこの A ですねこのあたりが刻まれたこういったね雰囲気のいいパーツもいいなと思いますしこれはちょっとなんか皆さんに着た状態をお見せしたいので実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これは本当に大人っぽくて上品な一枚だなと思います。
やっぱり、ね、素材感がすごく良くて、今ですね初夏なんですけども、着てもさらりとしていて気持ちがいいですし、なんといっても色合いですね、まあ、ベージュなんですけども、ちょっと光沢感があって上品な質感に仕上がっているので、これはですね着ていて気分が上がるなと思いますね。ちょっと腕をたくし上げながら着てもらってもいいかなと思いますし、まあ、後ろ姿ですねぜひ見ていただきたいんですが、この切り替えですね、前から見ると割とベーシックに見えて、後ろから見るとですねこういった切り替えがちょっとしたワンポイントになっているので、大人っぽくて上品な仕上がりだと思いますね。このまま着ていけそうなぐらいのテンションですごくいいなと思いましたね。なんか大人の着こなしで言うと、まあアイテム自体はベーシックなんだけど、素材感だとかちょっとしたディティールで違いを出すっていうのがすごく、なんだろう、楽しみ方としてはいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいラインになってるかなと思いますね。他にもちょっとこうジャケットでもですね、まああえてこう襟がないようなノーカラー、このあたりもすごくシャープでかっこいいので、まあ、ちょっとねいつものジャケットの雰囲気が変えたかったら、このあたりもなかなかバランスがいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。そしてその後ろですね、もう一つ新しいラインとして面白いなと思っているのが、オテルパラスというですねシリーズですね。こちらもなかなかバランスのいいものが多くてですね、例えば僕気になっているのがこちらのですね、夏らしい半袖のオープンカラーシャツ、まあ、いわゆるこうキューバシャツみたいなモデルなんですが、これね結構かっこいいなと思うんですよね。まあ、シンプルなオープンカラーシャツは僕も何枚か持ってるんですが、まあ、このようなキューバシャツのですね雰囲気なんかはなかなかバランス良さそうなので、ちょっとこちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これも本当に1枚で着て様になるようなシャツだなと思いますね。個人的にはこういったオープンカラーシャツ好きで着るんですけども、いっぱい持ってるのでちょっとこうディティールがね凝ったキューバシャツいいなと思うんですが、人によってはちょっとやんちゃに感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、大人っぽくて上品に見えるような仕上がりになっているので、これだったら通常のこうオープンカラーシャツに飽きた方にもすごく着やすいかなと思いますね。サイズ感に関しては少しゆとりを持たせてあるんですが、決してこうストリート感あふれるようなでかいっていう感じではないので、僕ら世代にも気軽に着やすいかなと思いますね。個人的にはこれはちょっと夏場に今モノトーンで合わせていますが、これでね何もこう柄とかがなかったらシンプルでちょっとつまんない感じしますが、こういったねディティールが楽しめるので1枚でもなかなか様になるかなと思いますし、モノトーンでもハマるかなと思います。またホワイトもね清涼感あっていいかなと思うので、このあたりもぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますね。そしてもうジャケットとかも展開がありまして、こちらはですね先ほどのダメリーノのシリーズと比べると、やっぱりサイズ感がジャストサイズでビジネスカジュアルとかでも使えるような仕様と、ちょっとボックス型でややですねこうトレンドを拾ったような感じでバランスのいい仕上がりなので、このあたりもねすごくかっこいいなと思いますね。セットアップで組んであげて少し緩めの雰囲気っていうのもいいかなと思うので、まあ、通常のセットアップからちょっとこうアップデートしたいなっていう方はこういったアプローチもいいんじゃないのかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。そしてまた中の方に入っていきましょうかね。本当ねこの一つの店内の中で様々なカラーのものがあるので結構面白いですよね。本当なかなかバリエーション豊富でいいなと思うんですが、まあ、このあたりのシャツとかもいいですね。あ、まさに今こう上下でセットアップでマネキンに着せてありますが、まあ、シャツなんですけどもちょっとアウターっぽく着れるような素材感ですね。でこれは上下でこういった形で組んでますが、まあ、レーダーの生地を使ってるんですね。まあ、このあたりのシリーズは割とこう素材感にこだわったものが多くて、なかなかねこういった大人世代には使いやすいものが多いんじゃないですかね。例えばこのあたりの白のバンドカラーシャツ、本当にシンプルで使いやすいんですが、こちらは皆さんもご存知のトーマスメイソンの生地を使っているので、やはりこう白シャツだからこそこの素材の質感だとかもすごく重要になってくるかなと思うんですが、このあたりもすごくいいですね。そうセットアップで着れるっていうのはなかなかいいですね。まあ、せっかくなので僕もちょっと着てみたいなと思います。どうだろうな、色はですねネイビー系とかもあるんですよね。このあたりもかっこいいし、ちょっと実際に着ながら試してみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これまた上品な大人のスタイリングが気軽に決まるのですごくバランスがいいなと思いますね。まあ、レダーの素材使っていて、これウールなんですけども、まあ、これからの季節に適したような肌触りがかなり良くてですね、チクチク感がないんですよね。僕もウールのシャツとかいろいろと持ってるんですが、ものによってはちょっとこう半袖の上に着ると
ややこうチクチク感気になるなってものがあるんですけど、これそういった感じが全くなくてさらりと着やすいですね。そしてウール特有のこの美光沢の雰囲気とかもなかなかバランスがいいですし、ネイビー地に対してちょっとねこういったストライプの柄でブルー系ですね、この感じもストライプが強くなりすぎなくて生地と馴染んでるのでなかなかバランスがいいなと思いますね。セットアップで組んであげるとですねこういった感じになるんですが、このボトムスに関しては総ゴムでウエストもしっかりと合わせやすいですし、ゆとりもあるんですけども決してこうだらしなく見えるような感じではなく、素材の持つ上品さは持ちつつもデザイン的にはややカジュアル感も拾ってあるので、このあたりのバランスがなかなかいいなと思いますね。内側も T シャツ着るだけで簡単に着こなしが決まるので、こういったシリーズもねちょっとこう意外性があって面白いなと思いますね。普段こうレダとかっていうとスーツの生地とかそういったイメージが強かったんですが、それをこうカジュアルに落とし込んで上品な休日着みたいなところが作れるのはなかなかバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。足元サンダルで合わせても夏場は良さそうですね。通常のセットアップだけじゃなくてこういったシャツアウターっぽいセットアップっていうのも結構鮮度高くて使いやすいかなと思うので、僕もちょっとトライしてみたいなと思いますね。そしてこちらもちょっと見てみましょうかね。このあたりはちょっと柄物のシャツとかがあって、なかなかねちょっとベーシックなものに飽きた方にはこういった並びのものもいいかなと思うんですが、個人的にはちょっとこれが気になるんですよね。最近ちょっとずつ見る機会が増えてきましたが、こういったシャツなんだけどもスキッパー型になっていてボタンがついてないんですね。ちょっとこう V ネックのようにグッと開きがあって、T シャツを中に着ながら重ね着できるようなモデルですね。このあたりもちょっと新鮮な雰囲気かなと思うので実際に着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。これはなかなかバランスがいいですね。スキッパー型のですねシャツって僕は前から気になってたんですけど、今回初めて着てみてすごくいいなと思いました。ベースはですね本当にこうミニマルなデザインになってるんですが、襟しっかりと幅があるような雰囲気で、そしてこの V 型に開いた襟元の感じがかなり旬な雰囲気が漂っていて、個人的にはバランスがいいかなと思いますね。内側にこう T シャツを着てちょっと今柄を覗かせてる感じなんですが、このような形で着ていただくのもなかなかバランスがいいかなと思いますね。でサイズ感はこちら M なんですけども、少しゆとりを持たせて気軽にサクッと羽織るみたいな感じがバランスいいなと思います。で横から見るとこういったスリットが入っていまして、しかもこの前と後ろで長さを変えてるんですね。こういった細かいところも含めてかなりバランスのいい仕上がりになってますし、色味もすごくいいので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいですね。今こういったボタン閉めてますけど、ちょっと暑くなってきたら腕まくったりしながら着てもらってもなかなかバランスがいいかなと思うので、1枚だと様々な着こなし想定できると思います。先ほどねセットアップできたこちらのレーダーの生地のボトムスとも相性良くて、これ単体でも使えそうだなと思いましたね。ボーダーのストライプの感じがねなかなかこう縦長感もあってすごくいいなと思ったので、それぞれ使いやすいかなと思います。ぜひチェックしていただきたいなと思います。ということでいろいろと見てきましたが、他にもですね靴のコーナーとかも旬なものがいっぱい並んでますし、すごく見応えがありますよね。ニューバランスもありますし、ナイキのねこのあたりのちょっとシルバーの感じもかっこいいし今っぽいですよね。本当一通りのシューズが揃ってると思いますね。あとはジャーマントレーナーとかもありますしね、一通りこのスニーカー系もあります。そしてちょっとこうスポーティーなアイテムもねあったりするので、ちょっとこう気軽にねスポーツシーンで着るものなんかも揃えることができるかなと思いますね。このあたりとかもねちょっとこうスポーツで着るのもかっこいいですよね。はい、一つの店舗でいろんなテイストのものが揃うのでなかなか見応えのある店舗になるかなと思うので、ぜひ皆さんも足を運んでいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではですね久々となるナノユニバースルミネ新宿店さんにお邪魔をしまして、様々な大人の男性に似合いやすいような初夏のお洋服を皆さんにご紹介させていただきました。僕もね店舗にはちょこちょこ来てるんですけども、撮影自体は久々だったのでかなり新鮮な気持ちでですね見させていただきました。ビジネスカジュアルみたいなものからちょっときれいめなねカジュアルでも使えるようなもの、またはちょっとこうカジュアルシーンで使えるようなものも素材感こだわったさまざまなレーベルがあったりだとか、一つの店内の中にさまざまなテイストのものが楽しめるような服があるので結構見応えがあるなと思います。オリジナルだけではなくて、スニーカーとか小物系も充実してますし、仕入れの
のね商品もかなり面白いものが多いので、まあぜひ皆さんもですね実際の新宿店見ていただくとすごく面白いかなと思うのでチェックしていただきたいなと思います。またこれからもね定期的にナノさんの店舗にはですねお邪魔できればなと思いますので、ぜひ皆さん今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。